今回は運命が好転し人生がうまくいくの第314回でリクエストにお答えして浮島神社を取り上げます。なお浮島神社は全国にいくつかあるのですが、今回は宮城県多賀城市の浮島神社です。それでは本題に入る前に、このチャンネルでは皆さんの人生を明るく楽しくする動画を送りますので、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それで浮島神社ですが、この神社は宮城県多賀城市浮島というところにあります。名前からも分かる通り多賀城跡の近くにあります。ここはこじんまりとした神社ですが、神様にしっかりと守られた良いところです。とても落ち着いていて安らぎますね。御祭神は奥潮の沖縄の神様、奥潮の大名の神様となっています。ご利益は奥潮の沖縄の神様が航海安全、海上安全、交通安全、大量恋愛成就、夫婦和合、安産守護、家内安全、延命長寿、漁業守護、農業守護、生縁業守護、開運昇福、道を指し示すとなっています。それではまず最初に浮島神社のご利益のエネルギーです。終わりました。次は御祭神型のご利益のエネルギーです。
終わりました。次はご親戚のご利益のエネルギーです。終わりました。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。